名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、ご自身のプロ初先発のマウンドというのはいかがでしたか？いや、これはね、相当緊張してましたね。もう右も左も分かんないような感じでしたね。なるほどね。3回の裏に入ります。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。平田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ドラゴンズ0対0で迎える3回の攻撃です。さあ、赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは2番京田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。上茶谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいところに決まってますよね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライク。ファウルになります。これもファウル。変化球空振り、ツーアウトになりました。打席には3番バッター大島、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。そうですね。打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスビシエド、先ほどの打席は先制の初球打ち、ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。上茶谷が掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。3回終わって0対0同点です。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。